国際宇宙ステーションから見た、アレッチ氷河とベルニーズアルプスアレッチ氷河は、スイスバレー州にある、アルプス山無役最大の氷河、ユーラシア大陸の西半分で見ても最大である。北は、ユングフラウに、南は、マッサ川の強谷群を経由してローヌ川に、東は、メルジェレンコに、西は、アレッチホルンにそれぞれ囲まれている。氷河の長さは 23.6km に及び、 面積は117.6平方キロメートル。水の総重量は270億トンになる。その中心部は、年180から200メートルのスピードで、前進している。アレッチ氷河を取り囲む9つの山頂はいずれも4000メートル級で、平均の標高は4108メートルである。西では、レッチェンタールに接する峠で、ランク氷河にも通じているレッチェンリュッケやアレッチホルンの機体と、 クロッサー・アレッジフィルンが流れている。氷河のこの部分は標高3800メートルあたりから発している。エブネフルー、グレッチャーホルン、クランツバーという3つの万年雪から氷雪を供給されている。エブネフルーからコンコルディア・プラッツまでアレッジフィルンは平均1500メートルの幅で9キロメートル伸びている。ユングフラウヨッホから見た氷河北西部には ユングフラウの東の山腹とメンヒの南の山腹から発しているユングフラウフィルンがあるが、これは 7km しかなく、主要な万年雪の中では最も短いものである。それはコンコルディアプラッツに流れ出ると氷河渓谷の主軸に直接連なる。西をクランツベルクに、東をトルクベルクに区切られており、最高地点では幅 2km、末端部でも幅 1km にもなる。 面紀の東とフィーシャーホルンの南西の山腹にあたる地域は a ビヒシュネーフェルトを生み出している。長さ 8km、幅 1.2km のこの万年雪はグリュンホルンの西の稜線沿いに下っている。他方、グリュンホルンの東の稜線はフィーシャー氷河を生み出している。これはアレッジ氷河とほぼ平行に動くがより短い氷河である。3つの主要な万年雪は およそ25%から30%の傾斜がついている。この下流部のエイビヒシュネーフェルットで3つがはっきりと分かれている。それらは表彰の厚さが900メートル以上にもなるコンコルディアプラッツに流れ込む。幅600メートル、長さ3キロメートルの側面の小さな万年雪である。グリネックフィルムは東で生まれ、これもコンコルディアプラッツに流れ込む。それはまた、 グリュンホルンリュッケを経由して、フィーシャー氷河にも連なる。コンコルディアプラッツで蓄積した氷は、幅 1.5km にも及ぶ広大な平原となり、南東方向に年間約 180m 移動し、氷河の渓谷に沿って長い時間をかけて降りてゆく。氷河の中央部、奥は、コンコルディアプラッツ氷河は、南東から、東のグロスバンネンホルギア西のドライエクホルンの、麓へと向かう。 一度東にあるメルジェレンコの高さに達し、氷河は南へ、そしてエギスホルンに行く手を阻まれて南西へと方向を変える。その一方で、メルジェレンコの西では、アレッチホルンが別の氷河を育んでいる。そのミッテラレッチ氷河は、南東の軸線に沿って、アレッチ氷河に交流する。ただし、氷河の交代のせいで両者の結合は、年々細々としたものになっているので、いずれは、 分かれることになるだろう。堆積したモレーンと細長く伸びた氷河氷河の最後の部分は、ラテラルモレーンやメディアルモレーンに覆われている。低地へと細長く伸びた氷河は、標高1560メートルに達しており、一帯は樹木の植生限海域でもある。マッサ川は、氷河から発疹渓谷群に流れ込み、発電用のガビデムダムにせき止められる。川は、 最終的にロール川に合流する上流部での氷河は分厚いが下流へ行くほど薄くなり最終的には150メートルほどになるアレッジ氷河の特徴的なモレーンは2つのグループに分かれており大体氷河の中ほどにあるそれらはコンコルディアプラッツから下流部の氷河の細長い先端まで流れに沿っている西にあるグループはクランツベルクモレーンと呼ばれ 東のものはトルクベルクモレーンと呼ばれる。長さ数百キロメートル、幅9キロメートルに及ぶ山階は、表面積が539.34平方キロメートルにもなる。ユネスコの世界遺産委員会は2001年にアレッチ氷河を世界遺産リストに登録した。当初の登録名はユングフラウアレッチ、ビーチホールンで、アレッチ氷河の中でもユングフラウ、アレッチホルン、ビーチホルン、 フィンスターアールホルンの各山頂を含む一帯が登録された。登録面積の多くはバレー州に属する。登録にあたっては一帯の氷河が作り出す景観や動物賞、植物賞のほか、景観がヨーロッパの文学や芸術を触発したことなども評価された。スイス当局はベッタースホルン、シュレックホルン、アイガー、メンヒ、ユングフラウ、クレッチャーホルン、ブライトホルン、 ブリュムリスアルプの各山頂を結ぶ形で登録対象のさらなる拡大を起とし2005年に暫定リストに加えていた2007年の第31回世界遺産委員会で実際に登録対象の拡大が認められ登録面積は53,934ヘクタールから82,400ヘクタールへと増大した2008年の第32回世界遺産委員会で 現在の名称に変更された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。このままのペースで温室効果ガスの放出が続けばアルプスの氷河の80%が失われるだろうと言われている。ゆえに温室効果ガスはアレッジ氷河が今後どうなるのかについても深刻な影響を及ぼしうるのである。 1860年から2002年までの氷河の変動を表したグラフ。緑は年ごとの長さの累計値の差。赤は年ごとの長さの変動である。2018年4月から7月にかけたスイスの天候は150年ぶりの異常高温と乾燥になり、氷河の誘拐が進みついた地あたり1 0トル以上のペースで交代した。高温が9月まで続いた場合、 一年で氷河の4%が失われる可能性も指摘される事態となった。IUCN の勧告書、グレイシャースデスイス、JRG、リーン、アディションスモンド、世界環境計画の報告書、世界環境計画の報告書、ラコートベルジー、ラフューチャーメイディテロネ、ベルギーの論文、世界遺産のアレッジ氷河、猛暑で最大規模の縮小。 読売オンライン2018年8月31日閲覧ありがとうございます。